ヤマトぶち破られて大出血した。こいつら少年もう結構ついてるものだ。ヤマト薄い本読んだことあります。皆さんこんにちは、モトのモカです。モトのミモです。よろしくお願いします。ですね、我々ツイッターもやってるんですが、はい、そこに私がアップした動画があるんですね。フルで載せると長くなっちゃうのでダイジェストでご覧ください。どうぞ。先日処女を喪失してまいりました。子宮がん検診でね。痛い性経験なしにチェック入れてたのに、まさかのお医者さん側がそれを見落としてました。かなり傷ついて血もものすごいたくさん出たし、粘膜が剥がれ落ちたんだろうなってものがね、無限に股から出てきて、多分相当やられたんですよ。はい、あの検診を受けに行ったら処女膜をぶち破られて大出血したっていう、あの動画ではね語りきれなかったことをこの動画ではじっくりお話ししていこうかなっていう。あの日私の身に何が起こったのか。なんで最初に子宮頸がんなんて受けようと思ったの？会社のね、うん、検診で、このある程度の年齢になったら、うんうん、受けてくださいっていう項目にね入ってたのよ。あ、もう強制だった。そうだね、もうはい受けてくださいって来た時点でもう受けなきゃいけないんだなって思ってた。ああ、そっかそっか、うん、検診当日行くじゃないですか、はい、で問診票書くじゃないですか、はいはい、で性経験なしにチェック入れました。ちゃんと入れたのね。はい、でお医者さんに渡しました。はい、はいはい、いざ検査を受けます。はい、もうこの時点で処女だってことは分かってるはずですからね。そうそう、性経験なしにチェック入れてるんだから。で、いざ検査が始まったら私ね、クソ2回ぶち込まれました。ちょっと待って2回、だってクスコって2回ぶち込む必要性ある？ないね。普通の検診だったらクスコ入れて拡張して検査棒入れて終わりよ。待って、じゃあなんでぶち込まれたの2回も？わかんない。とりあえず1回目クスコぶち込まれたじゃない、はい、でそれがめちゃめちゃ痛かった。めちゃめちゃ痛かった。めちゃめちゃ痛くて、あの動画みたいにギャーってなった。ああいう叫びになったわけだな。そしたらお医者さんが、うーん、ちょっとこれ入らないねってなって、入らない、はい、もう少し小さいの入れましょうかってで抜かれたわけだ。抜かれた。小さいの当たり前ってまずそこでなるじゃん。1回目、はいはいはい、もう小さいクスコあるなら入れてくれってなるじゃん。、まあ、だって性経験なしにチェック入れてるわけだ。そう、こちら初動ぞって思って未開通ぞってなるじゃない。自体がね、大きさをこっちは選べないもんね。そう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 。だからまず1回目入れられたクスコが合わなかったから、うんうん、もうそれで痛かった、うん、で2回目よ、うん、で2回目のクスコはまあちっちゃかったのかな、1回目より、はいはいはい、から入ってきたんだけど、まあ痛いのよ。でもそれで終わりじゃない、そう、まず1回目で痛い思いしたからかなりもう力んじゃって、うん、もうこっちは押し出そうとするわけよ、入ってくるものを、はいはい、であっちは入ってくるじゃない、もうなんかここでもう戦いが始まってるわけよ。入ってこようとする金属と追い出そうとする私の体。でもギッチギチなの。うんうん、で痛い、もっと痛いじゃんね。そう、もっと痛くてさ、もう痛い痛い痛いってなってるじゃん。そしたらなんか力抜いてください、痛いですよって言われたのね。薄い本で読んだことあるやつ。薄い本で100万回聞いたセリフ。いっぱい聞いたことあるね。本当なんだってちょっと感動するじゃん。もうそんなこと思ってる場合じゃねえってなるじゃない。痛く、とにかくもうずっと痛い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 、無理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 って叫び続けてるわけよ、その間ずっと。でまあメインの検査棒が入ってきたのね。なんかね、子宮がん検診痛いっていうのはまあ知ってたんだけど、うんうん、主に痛みのメインってこの検査棒の方らしいのよ。組織のうちもね、ギリってこう、うん、ちぎり取ってそれを検査に回すっていうのがね、検診の目的だからね、うんうん、主に痛いのはその組織を採取される痛みらしくって、うん、この入れる、拡張するはなんかメインじゃない痛みなんだらしいんだけど、最初の時点でさ、うん、痛いってなってるじゃん。あ、もうね、もうメインメインそっちがメインだった。メインのメインの種の痛みよ、こっちが。そっちだった。明らかに種の痛みよ。もうとにかくもうクスコが入ってきて、もうその時点でもう痛い。でそっから拡張が始まるわけじゃない。もう拡張も痛いし、でその間私の体もギチギチに締め付けて、うんうん、もう痛みを増幅させてるわけよ、うんうん、で私も正直ね、検査棒がいつ入ってきていつ出てきたのか正直あんま分かんない。もう痛みがやばすぎて、うん、でまあ終わりました。はい、で抜かれるのも痛かった、なんかこう肉をこう、まあギチギチになってるわけだからね。そう、なんか肉を引っ張られながら無理やりズッてこう
抜かれる感覚、あーもうやっと終わったってなってるじゃない。そしたらね、あの検査台のカーテンの向こうがすごいざわつき始めて、なんかえ整形券なしにチェック入ってましたけど、あれ待ってなんかざわざわし始めて、私その間 M 字開脚で放置よ、え、なに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 、終わったんじゃない、なんでなんでなんでってこうずっと検査台の上で待ってるじゃん、でなんかざわ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 してるから、もしやってで降ろされました。で検査台の下ってさ、なんか吸水シートみたいなの貼られて、はい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 、出たのね真っ赤なんかね、おー結構血出るものだなってその時私はね思ってたのよ。なんでほらまだこの時の私はね知らないからはいはい、はい、知らないから自分が置かれてる状況を、はいはいはい、からはあやっぱ結構、まあ、血出るのかって、まあちょっとは出血しますって書いてあったもんなって。どれくらいのシートにどれくらいの出血があったかでしょ。A4 ぐらいのシート半分以上、はいはい、はすげえ出血したわーって思って、まあ着替えるじゃない、でそしたら看護師さんがね、整形券なしにここチェック入ってたんですけどって持ってきて、あそうですねって、ちゃんと整形券なしにチェック入れましたよ私って思ったら看護師さんの同様のやしようが焦り出すのよ。でそこで私はやっと自分が置かれてる状況に気づいた。だからあの痛みもクスコ、ダブルクスコ、ダブルクスコもあの出血量もおそらく処女であることを見落とされたことによる結果よ。でもそれって私が痛みの耐性がめちゃめちゃ弱くてたまたま出血しやすい体質だったのかもしれないって思うじゃない。だってそんな検診受けたことなかったんだから。でも痛いのも処女なんだからしょうがない、出血するのも処女なんだからしょうがない、もうお医者さんの処置に何も問題はなかったって思うかもしれないじゃない。でも違ったんだよね、うん、それ聞いた時ね本当マジでびっくりした、ね、マジでびっくりした私もね、みもちゃんの話聞いてびっくりした。いや私もね先にね子宮頸がん検診か、うん、一応あれはを受けてたの、うん、あの本当は必要ないと思ってたんだけど、ヤーズをもらうときに、うん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 、あのなぜか整形券なしにチェック入れたのに、うんうん、何の前情報もなしに私も受けた側だったのよ。そんなことすると思ってなかったんだけど、はいはいはい、その受けたときに超痛かったっていう LINE をねモカちゃんに投げたことがあって、そうそうそう、 LINE でね処女喪失しましたって来て、ね、男がってびっくりしたんだけど、まあそれちゃんと個人のね、うん、クリニックで受けてきたんだよね。そう、それでも十分痛かった、本当に痛かったの、うん、もうマジでこんな経験したくないぐらい痛かったんだけど、それでも潤滑ゼリーあった、うん、クリニックで受けてくれたからクスコも1回しかぶち込まれてない、うんうん、でどっちが痛いとか言えなかったの、あの組織を取る痛みと広げられる痛みどっちが痛かったですかって言われて、うん、どっちも痛かったっていうぐらいの痛みなの、うん、あのモカちゃんの場合は広げられる痛みが痛かったと、うん、潤滑ゼリーちゃんと使っていただいて組織取っていただいて、それもね1分もかかってない、正直な話それぐらいだけど痛かったから、モカちゃんが特別痛みに弱いわけではない。だそもそも潤滑ゼリーなんて知らなかったもん。看護師の友達にも、うん、この話したらね、もう医療ミスでいいんじゃないんですかっていう、もう痛くて泣きそうになってきて、もう想像するだけで痛い。ちゃんと処女であることを把握された上でも痛かった、まあ潤滑ゼリーっていうね奇跡のアイテムを使ってもらっても痛かった。私見落とされた上に潤滑ゼリーなし、もう完全にね、あの経験ある前提でゴッっていうやつだったんだろうね、もう医療ミスでいいのではっていうのが、まあ当日私の身に起こったことなんだけど、実はこれで終わりじゃなかった。まあダイジェストでもねビラビラっていうのを言ったんですけど、はい、実はこのビラビラね完治するまで1ヶ月半かかりました。ビラビラっていうのもね、まあ本当にねビラビラの正体はわからない、うんうん、だけど、まあ、おそらくねかさぶたよ、うん、明らかな組織片なのよ。検診受けて3日目ぐらいの夜になんかすごい違和感あるなーって思って体洗ってる時にね、だってもう自分で手ってつまんでビャーって引っ張り出したんだもん。いやーもうこれね、もう粘液が固まったものとかじゃないでしょ。そのね、まあ、一番ね大物のビラビラは3日目の夜だった。
その後はね、こう細かいのが何回も何回もこう出てくるみたいな感じ。出血はね、3日ぐらいで、うん、まあ止まった。痛みってあった？痛みはね、椅子に座ったり、やっぱこう下半身に衝撃が与えられる時はね、こうツンってこうなんか針で刺されるような痛みはね、完全に裂傷できてるよね。あったね。私の場合はなかったよ。血どれぐらい出た衝撃？さっき A4 に半分って言ったじゃん、うん、はっきり言って出なかったと言っても差し支えない。ああそうなんだ。私その検診が終わった後、あのナプキン使ってもいいですよって言われて、うん、まあ半だけ血が出たからナプキン使わないわけにはいかないなって思ってナプキン使ったのよ。あのね、2日目相当の血は出続けました。初日ヤーズ飲んでるから生理めったに来ないし、そのたまにね起こさせる生理も軽いのよ、うん、生理痛なんてもう無縁だし、3日ぐらいで終わる軽い生理になったはずなのに、その検診が終わってから初めて起こさせた生理がねすごかった。普通の経血が出るまで2日かかった。なんかほんとヘドロみたいな、ほんと汚い話してすみませんね、もうほんとねヘドロみたいな、あのなんだこれみたいなのが出続けて、さすがにこれ続くようだったら病院に行かないと怖いなって思ってたんだけど、3日目ぐらいからねちゃんといつも通りの経血、うんうん、真っ赤な鮮血が出たので安心ってなりました。まあ今までの話は私の身に起こったことを深く長い時間をかけてね、うんうんうん、こうダイジェストじゃ語りきれなかったことをお伝えしたんですが、これから検診を受けるかもしれない人に向けて、あの痛くない方法っていうのがあるので、それをシェアしようと思います。私が受けたのが検診センター、はい、決められた時間内に決められた人数をさばかなきゃいけない場所なんですよ。ってなってくるとやっぱり少なからず見落としが発生しやすい環境、うん、検診センターの看護師さんからも言われたことなんですけど、かかりつけの病院がある人はそこで個人的に申し込んで受けた方が絶対いいです。そこで受けた結果を会社に別途提出するっていう風にしてくださいって言われたから。であともう一つ言いたいのは、そもそも処女は受ける必要が 99% ない。そもそも、まあ、子宮頸がんが発症するリスクっていうのが、その性行為を媒介して感染するウイルスだっけ一応は、うんうん、なので性経験がない人は 99% 発症しないって言われてます。あの相談できる環境があるなら相談して受けないっていうのも選択肢の一つなんです、うんうん、これは本当にね強く言いたい。もう丁寧にやってもらえたとしても痛いから。ただ私みたいにヤーズ飲みたいですって言った時に無条件でやることになる可能性はまあ泣き石にもあらずだから、うん、そうだね、そこら辺はしょうがないんだけれども、うん、基本的にはやる必要はない。ない。遺伝とか体質で発症する可能性もゼロではない。だからどうしても不安だったら受けた方がいいし、うんうん、そう看護師のね友達からはね、本当に絶対に痛いの嫌だっていう人にはね麻酔クリーム使うんだって。塗るとしびれるやつあるじゃない。あるあるある。ああいうのも使ったりするぐらいだからね、対策はいくらでもあるはずなの。これから受ける人はぜひこの動画を活用して、まあ、クリニックで受ける場合も潤滑ゼリーってありますかってこの一言言えるだけでも全然違うし、あとやっぱりどうしても検診センターで受けなきゃいけないっていう場合になったとしても、もう問診票とここでーすって言いながら渡すぐらいしてもねいいと思います。ただしあの最後に一つだけ注意点言わせていただくんですけど、はい、この動画は視聴者に向けた動画であって、はい、もう性経験ある人はぜひ子宮頸がん検診も受けてください。あ、そうですね。やっぱりリスクがね、はい、あるので。あるのでリスクはできるだけ減らしていきましょうという形で、はそこだけちょっと勘違いせずにお願いいたします。はい。あの視聴者の皆さんは自分でお考えいただいて、そうですね、受けるか受けないかもまず自分の意思で選択できるし、受ける選択をしたなら場所を選択してください。はい、それでは皆様今回の動画も最後までご覧いただきましてありがとうございました。ありがとうございました。また何か問題なんか起こってほしくないけどね。起こってほしくないですけど ねなんかこういうのがね起こったらね、もう教訓として何かしら動画にしたいと思います。そう、我々はね常に魔女と処女の味方であり続けたいので、はい、はい、それでは皆様また次の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。